どうも、つよちです。はい、文法ですが、読んでみましょうね。まず音読、これもう英語でも何でもそうですけど、音読が一番です。だいたい黙読なんてどこから始まったのか知りませんけど、昔はみんな音読ですよ。声に出して読むんですよ。僕らのおじいちゃんの時代は多分声に出して新聞読んでましたね。本当はそれで構わないんですけど、周りに迷惑だなんて考えがあって音読しないんでしょうけど、ぜひ今晩音読してください。読みます。月やあらぬ春や昔の春ならぬ、これ打ち消しになってますね。あきぬと目にはさやかに見えねえども、これ官僚括弧教員になってますね。今はこのようなことを思いたまえねば、これ打ち消しになってますね。たものよたやまなたやね、官僚教員になってますね。人やみつらんとですだれおろすと、これは官僚教員になってますね。なんで打ち消しと官僚なんだよ、しかも教員まで入れやがってなんて思うでしょうけど、これはね、音なんですよ、字なんですよ。まあ日本語の場合音と言ってもいいし、音節と言ってもいいですけど、文字ね、ぬでしょう。同じぬで意味が違う。これがポイントになるわけですね。月やあらぬのぬは、また春ならぬのぬ、13番公式ですけど、これは打ち消し。あきぬとの方は、これは21番公式ですけど、完了と。同じぬなのに違っている。どうしてそうなるのかなっていうのは、意味を考えればいいんですけど、意味を考えるというのは、当時の人はもう聞いただけで分かってしまうんですよ。言語ってのはそういうもんでね。イタリア語とかフランス語って我々難しいじゃないですか。でもイタリアに行くと、イタリア人もう3つぐらいでペラペライタリア語ね、ナポリティーナ、スパゲティーナとか喋ってるんですよ。うまいですよね。で、それはじゃあイタリアの子供が利口か、そういうことじゃなくて、あれはもう本当に頭から入っちゃって、子供の時にそういう能力あるんですよね。だから言えば、その学生に寄せるとね、ご飯を消化する能力みたいなもんだってわけですよ。で、我々がじゃあ次に他の言葉、古文でもいいんですけど、外国語となるとそうはいかないですよ。子供とは違うんで。だから、子供がすっとわかることは でもですよ、古文の時代の子供がすっとわかることでも我々はわからないとなると、文法にすがるしかない。まあ文法という言い方がいいかどうか分かりませんけれども、あまり文法を重視するもなんですが、これは頼らないといけない。例えば13番公式と21番公式のね、ぬは同じぬですけども、上を見るんですね。上を見るとあらという言葉あります。あらとあると、あらと母音のあがきます。母音のあが来ると、これは未然形に決まってるんですよ。あみぜん、あみぜん、あら未然形です。春ならでしょ、下も。では未然形、未然形につくのは打ち消しということなんですね。実はもう一つ他の見方があって、これはついでです。あくまでも未然形につくぬでいいんですが、ぬが連体形であるならば、これは打ち消しなんですよ。で、じゃあ連体形って、連体形ってこれ文が一応切れんじゃないの？これは歌ですのでね。これ歌ですから丸がつかない。いいですか？詩には丸はつけない。昔なんか前衛的な詩で点や丸をつけたのあったみたいですけど、詩はつけません。散文と違いますから。散文は句読点つけるわけです。それでいいわけです。詩というのは英単ですから、つけたらかえってまずいというようなことがあって、和歌はつかない。まあ和歌はぶち切っちゃいましたから、こんなものになってますけど、月やあらぬでやあぬではかかり結びです。かかり結びというのは古文にありました。このかかり結びというのは、結びを我々は重視して覚えますけど、実は結びよりやの方が問題です。月やと言って、月について、これは疑問を表すよ、あるいは反語を表すよとか言って文を言い切るよというような、そんな形で矢が言ってるんですね。だから矢の結びになってるわけです。月矢ときたら結びがあるよということを言ってる。これが形助詞の本質です。だから結びというよりもかかるよという意味合いなんです。終わりに向かっていくよと。で、春矢の矢もそうですね。矢がありますよね。昔の春ならぬでぬに向かっていると連体形で終わるね、ということですから、連体形のぬであれば打ち消しということになる。これついでに覚えてください。大事なことは、あらあが来たら未然形あみぜん、だったらぬは打ち消しということですね。まあ春でない、月でないというのはそんなことになります。まあ、元と同じかな、同じじゃないかというのは、ありの方がちょっと変わってますけどね。じゃあ次ですよ。秋絹と目にはさやかに見えねえどもっていう秋絹ですが、これは秋絹の上、この木が連用形になっています。これは家業変革活用といって、こうキックくるくれ声と活用するんですけれども、連用形なんですね、木はね。で、連用形につくのは、これは完了だということなんですよ。さっきは未然形でしたね。これは完了なんですよ、連用形ですから。で、もう一つ言います。というのは、さっき連体形のぬなら打ち消しと言いました。未然形につくぬは打ち消し、
連体形の縫は打ち消し。こちらも同じことを言いまして、連用形につく縫は完了、終止形の縫は完了というわけで、縫が終止形だったら丸が来るだろうがと思うでしょうけど、来なくてもいいんですよ。とがあります。とがあったらそこまでが引用ですから、丸と同じことになる。つまりとの上は言い切りになるということです。したがってこれは終止形の縫で完了と。つまり縫は判別の問題です。えらい違いですよね。完了ってのはしまったとかきっとなんて意味になるんですよ。脅威ってのはね、きっとと意味になるんですけど、まあしまった覚えておくといい。来ちゃったとね、秋が来たということです。まあ、大体完了っていうのはちょっとしまったなというような意味合いがちょっとある。秋が来ちゃったってな感じ。それに対して秋、この縫が打ち消しだったら秋が来ないんですから、えらい違いですね。それは区別、秋来ぬとと、秋来ぬとというんですよ。木とこう分けてるね。まあ木と木を分けてるんですけども、そのうちこれ活用が簡略化されるんじゃないかっていう人もいました。もう家業変化活用木については一つ私言いたいことあるんですけど、これ群馬県はですね、来ないって言わずに来ないって言うんですよ。それを来ねえって言うんですよ。つまり未然と理由が同じなんですね。これはまあ群馬県の人笑うんですけど、冗談はよしこさんですよ。本当の話、先取りをしてるってことです。群馬県の活用はこれはすごいんですね。それを僕は群馬県の人いつも教えます。大体日本人は恥の文化で、特に群馬県人って恥の文化ですから、私の県ですよ、何かを取ってんじゃないかって。大体天気予報で一番最後ってのは気に入らないんですよ。群馬県の名誉のために言います。群馬県は遺跡が奈良県よりも多い。本当の話です。しかも百済人が多い。だから機織り技術があって富岡製糸工場ができたわけです。世界遺産ですからね。うちの高校のあるところです。ちなみにうちの町はやはり世界遺産についでになっちゃいまして、まあそんな自慢話いいですけど、群馬県をバカにするなということです。今で美雪がいるあんまり自慢ならないか。今このようなことを思いたまえれば打ち消し、ネバーでございます。ネバーですよ。この形を覚えちゃう。ネバーで英語のネバーに通じるから、ネバーとあったら打ち消しだ。こういう語呂合わせで覚えると結構覚えちゃうんですね。思いたまえれば打ち消しになります。これはですね、未然形についているわけなんですけど、このたまえじゃわからないですね。これあの、思い申し上げるという意味で、まあ謙譲的な使い方してるんで、未然形は同じなんですよ。だこの場合は下でいく、ネバの形で、とにかくネバだったらこれは絶対に打ち消しであります。未然形になるわけですね。未然形のねは打ち消しと。でこちらは何かというと、ねですけれども、玉のよ絶え、ま、絶えなば絶えねえとある。これも実は二段活用の例であまりいい例ではない。つまりこっちも二段活用ですよ。そうするとね、未然と連用が同じ活用形になっちゃうんですね。と区別がつかない。未然につくか連用形につくか区別がつかない。その時は意味合いですよ。これは実はまたこれも和歌なんです。句読点がありませんが、ここで終わっております。と命令形になります。と耐えてしまえっていうわけで、歌ですね、恋の歌ですよ。玉の王よって、玉の王は命。どうですかこの日本の言葉の美しいこと。命じゃなくて玉の王よという命を、耐えるならば耐えてしまえ。恋するあまりにです。若いうちはこういうこと言えるんですよね。青春ってのはいいもんですよ。若いとね、あの人のために死ねるとかね、冗談はよしこさんですよそんな気持ちはないですよね。いや皆さん、人を好きになったらその人のことを思って眠れないでしょ。私なんかそんなことないし、大体酒飲めばすぐ眠れるし、年を取るってある意味いいことなんですよね、本当に。ということで、恋の歌ですよ。これは命令だからね、官僚教員になると。でもう一つありようと、これはついでなんですけど、人や密乱のつ、これは官僚教員です。つまり官僚にはぬの他につもあると、そういうことなんですね。つの方はですね、そんなにぬほど重要じゃないんです。判別にそんなに難しくありませんので。この場合はですね、ちょっと言っておきますと、乱があるでしょ。乱は水量の助動詞です。この水量の助動詞の上についたりすると、乱を強めてる教員になる、そういうことですね。まあ文法ってのはなんだ、訳しながら、まあ一番いいのはね、古文は鑑賞することですよ。楽しいな、特に恋の話、昔の人も今の人もね、あの人に会いたい、会いたいたびに一晩中眠れないなんて、俺たちと同じじゃないかって。まさにそうなんです。人間は同じ。そういうことを知るためにも古文を学ぶってことですね。まあ気楽に完了、それから打ち消し覚えてください。